カルダノとエーダを知ったきっかけっていうのは何だったでしょうか。私の場合は、ある勉強会で、有力な暗号通貨があるということでカルダノを知りました。はい、どうぞ。私はテッドで、テッドという英語の勉強をしていたんですが、その際にチャールズ・ホスキンソンさんがこの暗号通貨についてもう熱心なスピーチをされていたので、その頃から彼がどんなものを作るのか楽しみにしていました。当時のチャールズ・ホスキンソンどんな感じでした？若くて早口で、もうなんかもう、いわゆる頭のいい人ってこういう人なんだろうなっていう感じの方でしたね。ただ笑顔はありました。今カルダノどう思われますか？いや、非常に最有望な暗号通貨ということで、今いろいろな暗号通貨が出てきてますけどね、その中でやっぱり研究人だとか、非常に有力だと思うので非常に将来が楽しみです。はい、どう思います？はい、若いチャールズさんがどんな風に育ててきてどんな風に大切にしてきたのか、これから楽しみです。このカルダノ、またエーダを知ったきっかけっていうのはどんな？そうですね、Facebook、SNS でいろいろこう見てた時になかなか面白そうな記事が書いてあるなと思ってます。そうなんです。はい。Facebook でそういう情報があったんですね。そうですね、Facebook ね、カルダノ自体の情報はないんですけど、はい、暗号通貨に対する情報とかそういうのを見てた時にからの入りです。はい、ああ、そうですか。そこではちょっとグループみたいなのがあったんで、はい、でそれでちょっといろいろお話を聞いて、ね、はい、今実際カルダノってどう思いますか？そうですね、なんですかね、希望に満ち溢れてる小池さんじゃないですか。はい、これからが楽しみなので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日はヘルプデスクツアーをお越しいただいたんですけども、はい、疑問とかは解消できますでしょうか？本当に今日持ってきてですね、パソコン持ってきて、管理することができて、僕一人だとちょっとできなかった部分がいくつかあったんで、はい、はい、すべて解消できたんで、ありがとうございます。カルダノとかエーダってね、知ったきっかけをお聞きしてるんですけども、どういうきっかけで、カルダノを知り、教えになりましたか？はい、そうですね、暗号通貨という言葉さえも、よくは知らない頃に、知り合いに、声をかけられまして、こう言ってはなんですが、わけわからないうちにすごい可能性あるのかなと、そんなインスピレーションだけで買っちゃいました。直感でピピッと来て、はい、カルダノの興味を持っていただいたんですね。そうですね、はいはい、今回何か一言カルダノに向けて何かあります？そうですね、もう上場したと聞いてにわかに現実味を自分で感じて現金なんですけど、これから本当に期待してます。このカルダノを知ったきっかけってどんな感じでしょうか？もうある SNS で知り合った事業主の男性から教えてもらいました。はい、で今ですね、カルダノ、どう思います？カルダノにメッセージというかどうでしょうか？初めは半信半疑だったんですけども、関わるうちに本当にすごい団体だなと実感してきてます。ありがとうございます。今後もカルダノを応援してくれますか？もちろんです。はい、どうもありがとうございます。